ジーンマー・アレハンドロ・ゴメスは、ベネズエラのミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。ウトウミギウ現在は、フリーエージェント。名前の、ジェンマールは、ジェンマールと読むのが正しい。2005年にクリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。2009年は、AA 級、アクロン・エアロズでプレーし、5月21日に、イースタン・リーグでは86年ぶりとなる。 完全試合を達成した。2010年7月18日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。2011年は前半戦にメジャーで5試合に登板して未勝利だったが、トリプル A 級コロンバスクリッパーズでは10勝7敗、防御率2.55の成績を残した。8月30日に再昇格すると、そこからの連勝を記録した。2013年1月9日に、 クイーンシーラ・ティモアとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2014年は44試合に登板して2勝2敗、1セーブ、防御率3.19、38奪三振を記録した。オフの11月4日に FA となった。2015年1月12日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、4月4日にメジャー契約を結んで開幕ロースター入りした。 この年は自己最多の65試合すべてにリリーフ当番。防御率3.01は自己ベストの数値でリリーフとして成長の後を見せた。2016年はフィリーズのクローザーに抜擢され70試合に当番してリーグ5位の37セーブを挙げて期待に応えた。だが9月は12試合で0勝3敗、防御率19.13と調子を崩し、 シーズントータルでも防御率4.85ホイップ1.46という数字に終わり万全のクローザーを務めたとは言えない投球だった。2017年は開幕時はクローザーを務めていたが2016年8月14日以降の防御率が9.64と30投球回以上の救援投手で最悪の成績となり6月20日にリーフ 23日に自由契約となった。2017年7月15日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。移籍後は、参加のルーキー級アリゾナリーグブルワーズと、トリプル a 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーしていたが、8月7日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使して、自由契約となった。 2017年8月12日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。移籍後は参加のトリプル A 級タコマレーニアーズでプレーしていたが8月26日に自由契約となった。2018年2月8日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から 参加のトリプル A 級、シャーロットナイツでプレーし、7月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は26試合に登板して0勝2敗、防御率4.68、27奪三振を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年1月9日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月23日にメジャーの開幕ロースターに入ることが発表された。5月27日にィーフとなり、6月1日に自由契約となった。脱産進率は低いが、ゴロを打たせる投球が持ち味。2011年はフライ率27.4%に対し、 ゴロ率は52.8%に達している。ありがとうございます。